そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ、ユニバース、ユニバース、やばいな、これ何なんだこのゲーム。始まりました、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜユニバースの時間です。意味がわからんちょっと僕も意味わからないんですけど、まあ今回はね、出来横、DD ベノムでね、プレイヤー出来横で、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜユニバースやっていきます。ニューゲーム、レッツスタート。どういうゲーム死んどるやん。渋谷に来たぜ。おお、渋谷に来たぜはぁ、渋谷、あ、寿司さん、寿司だ、あ、寿司、はいやばい、バカゲーすぎるだろこれなんか喋ってるやってるし、ちゃんと渋谷だ、なんだよこれ、あ、渋谷の解像度低い、でも途中で行き止まりになってあ、すごい、10分の10分になったけど、なんだよこれやば、やばい、そういうことか。寿司を愛する心、寿司を愛しすぎるあまり、あなたは寿司を食べ続けないと死んでしまいます。時間とともに減少する命ゲージがつけないように注意しながら寿司を食べましょう。レッツイート寿司。いや、簡潔な説明だな。いや、これ難しいだろ普通に。はいはい、あ、これ効率いいルートで寿司を取り続けないと死ぬってことだ。あれ、うますぎるだろうが、これうっさいなこれ。あとあとあと5巻。やばい、取りましょう。やばい、危ない危ない危ない、あ、これ上に回った、めっちゃあるじゃん、これ、あ、え、あ、アスレ要素あるんだ、だって誰誰誰、あ、でも15巻しかないってことじゃない、 OKOKOK、 いや、まだ簡単だわ、おい、タイムあるぞ、タイム、ごちそうさまって書いてある、さあ、今日も寿司がうまいたい、ずっと取れますか、なんで目と、これずっと取れた、なになになに、え、何が起きたんだ今ユニバースだし意味がわかんない、ちょっとあのこれユニバースだユニバースだ、あ、マルチユニバースだね、はいや誰だ寿司の意識だ、なるほどじゃねえよ、何もなるほどじゃなかったよ、すげえな、グリッドマンユニバースみたいな導入だな、宇宙の因果、何しか言わない使い回しじゃねえか、画面アップすんなよ、何これ、武藤勇気みたいなテンションでこいつ、はい、おう、寿司ソウルおお、寿司ソウルを集めよう、ゲートの先で待ち受ける試練をクリアすると寿司ソウルを獲得できますお前はいい、お前はいい、お前はいいよってたくさんの寿司ソウルを集めて大いなる寿司の試練を達成しましょう、寿司ソウル、別これ寿司ソウル、なるほどあ、オートセーブらしい、あ、地味に出来がいいな、はい、大いなる寿司の試練を受けるちょっとクオリティ高くない、まあ、ちゃんと作ってるよな、でもさ、渋谷だと思ったけどさ、めちゃくちゃ寿司しかない、そう、寿司、どこを見ても寿司しかない、全部寿司、グルメフェスしかやってない、なんか馴染みのお店で食べる寿司、フレッシュ券寿司を食べるので、よーわしゃい、なんだよ、そろそろ寿司を食べないと死ぬさい寿司屋だな、いい加減にしろ寿司、回転寿司だな、あ、やばい、俺これミスった、これルート効率悪い、え、これくぐれるでしょ、いや、大丈夫、両サイドにワンじゃん、両サイドにあるね、テーブルに余裕そうだな、まあまあ全然こんな効率の悪い動きをしていてもなお、あー、クッションがある、クッションあんね、おい、全然全然まだいけますよ、まだ序盤だ、はい、ごちそうさまでした、やったぜ、寿司ソウルゲット、わたあめ、なに、わたあめガリガリを使ってお買い物、スキル買えんの、まあまあちゃんとしてんのやめろちょっと高えな、でもお前大いなる寿司の石アッシュいるじゃん、なんかこっちエビなんだね、他ゲートはこれもクリアしたよね、クリアしてる、ああ、いくつかあるね、あるわ、遠くに見えるゴールまでわっしょいわっしょい、なんかちゃんと指示がある優しい、いや、それ
おお。これ。おお。おお、やばい、早っ。おお、早い。え、おおおおおお、やばいやばい、ミスっちゃったけど、あ、やばい、あ、これやばい、あ、これ死ぬんじゃね、でも大丈夫、ああ、あ、あ、え、え、あ、死んだ、死んだぜ、遺言マジそれ難かった、足速すぎて難かった、今ここ、ここやばいよ、え、ここどうすんの、これ、あ、なるほどね、移動する床なんだ、これゆえ、さっきねなんかジャン、二段ジャンプとかする方法があるのかと思っちゃった、あ、これも移動する、これ移動する、上に上に行く、結構多めだ、おぉゴールすればいいんだ、これ食べたぜ食べたぜ、グレイちょっとイケメンだな、寿司ソウル結構地道に増えてくる感じか、ね、これ25とか書いてあったけど大丈夫か、俺なんかあー、コマ系23とかある、結構ステージ多いぞ、赤い、赤い線あれだ、変えるんじゃね、スキルワンチャン1個ぐらい、あ、変える、変える、命ゲージを回復する、癒しスポットを設置する、いや、こんなんでも寿司食べた方がよくない、寿司だしな、そうだね、寿司食べるべきだよな、食べた、な、なに、これジンクリするまでか、ステイ増えてね、これ何？なんだこれ？ん？これ全部赤貝を探せ。赤貝食べないといけないんだ。なるほどね。めんどくさ。あ、じゃあ回復ちょっと維持しなきゃダメだ。あ、これ。余裕ある？割と余裕あるかも。あそこだあそこだ。あ、赤貝だとめっちゃ回復するんだ。赤貝食べないといけないね。余裕だ余裕。これ余裕だね。こういうなんかちょっと感性がなんかきしょいから見てる分にはちょっと分かりづらい、行き過ぎてしまう、赤貝だけ食べて帰りやがったこいつ、おう、え、なんか何、いやいやいや、めっなんだこいつ寿司is not food、 何、いや、もう、ま、なんかモーション綺麗だな、なんか。え？やばい。いや、もう落ち着いてらんないだろ。渋谷渋谷事変起きとるよ。渋谷が渋谷が兵器へと再解釈。なんかついてくる音もあるみたいな。かわいい。なんかフリー BGM 全開のこと。オープニング流れるってこと。バースシフト、なんだそれ、いちいちうるせえなこいつ、なるほど、すげえ、アルセウスに挑戦するときみたいになってる階段が壮大だな、寿司なのにスペースでバースシフト、バースシフト、すげえし、いや壮大すぎるだろ、めっちゃアスレだ、これオンリーアップなのこれ、やばお、ここからが真のオープニングね、だからデキョコさんがこれ任されたんだ、なんかちょっとキャラの挙動オンリーアップっぽいよ、だって寿司愛するもの急ぎます、おお。なんか爆発してない、フリー SE しかもう入ってなかった今、おっ、あ、違う世界だ、え、あ、絶対もう、あ、いいんだあれは、なるほど、いや意味がわからん、概念が違いすぎる、いやいやいや、この宇宙にも寿司ソウルは存在しているはずです、え、じゃあこいつらがスポーツに使ってる用品を今から食い散らかすってこと、でもバケモンじゃない、あ、食べるんだ、あ、でも食べるんだね、いやもう意味わからん、なんかいる、どういう状況だこれ、これないないですね、あ、緑色爆発する、食べたいけないやつあるんじゃねこれ、あ、これあれか、これ食べ物じゃないと解釈されてる方の寿司かこれ、え、なんかむずくなくなってる、なんかどっからあの上に行くんだ、あ、爆発で上に飛ぶってこと、え、そんなことなす、いたやばいやばいやばい、おーい、あ、普通に乗るとこ、え、ちゃんと死ぬじゃん、あ、しかもすぐリス、あ、優しい、でも分かったわ、緑がやばいね、やべ、1個取りました、
すごいめっちゃある。おあ、全然いけそうじゃない？いけそういけそういけ、いやもうこういうちょっと難しいけど、でもいけるんだよね。余裕余裕あ、344ももらっちゃった。おー、344狩り。いやもうめちゃくちゃあるじゃん。うん、どこでもいける。なんか多くない？ゴールを目指す系だ。そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。寿司、うまっすぎる、ありえない。これ、あ、やべ。お、意外とむずいぞ。意外とむずい、これ。でもこれ間に合うのか？一回見せたらかなり大丈夫。あ、まずい。なんか、今床が動いてなかった、これ。ちょっと待って。なんかシーソーみたいな。シーソーみたいなやつだよね。これ難しいぞ。なんかキャラの挙動が、今までにない。今までにない。あ、やばい。やばい、これ。ここめっちゃむずい。でも分かったもん。分かったんだけど、時すでにお寿司か。時間が、あーこれ意外とシビアだったりするか、これ気づいた時にはもう時すでにお寿司だったね、俺マジで。あ、ほらこうなるんだよ。で、ここはこう行って、お、いいぞ。よいよいよ、なんだこれ。これこの青色は何？いや、もうは、あ、落ちるんだ。時間制限。おお、復帰できる。オッケーオッケー。よしよしよし、よいよいよいよ。なんだこれ、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 なんだこれ。あ、こっち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 。あ、いける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 。あ、いけるいけるいける。あぶねえ。いや、もうマリオギャラクシーみたいになってる。いや、もうマジマリオギャラクシー。ギミックがなんかどんどんド派手になってきてんの。どんどん大変なるんだろうな。これやばいぞ。何個あんだよ。え、これ2だったよな。これ多分、まあ全クリするまでなんじゃないこれ。いや、ちょっと待って。何時間かかんだこれ。ゲームボリューム知らないけど。13？ え、13もあるってことじゃん。あるっぽい。待って、3がない、3が。ないわ。まあ、4いっちゃうか。だるいだるい。なんだこれ。そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。なんだよ、赤貝だ。赤貝系か。赤貝ステージ。やばいこれ。なんでボリューム、しかも、撃たれてるし。発狂してんじゃん、もう。この顔で、この声って意味わかんない。確かに。もうちょっとバカっぽい顔だよね。この。よし。ああ、余裕だね。こっちみんなマジで。やったぜ。5も行くか。全部行っちゃうか。行ける限り。まあ、どうせ集めないといけないしね。そうだね。ソウルを。ゴールを目指す。なんだこれ。なんだ今の。いいよ。あ、ここも。うお。これなんか吹き。あ、あったあった、吹きルート。いや、あったけどもう時間がない。え、これほぼ外れない。チーン。分かったね、もう。このゲームノーミスでいけるんだったら。むしろ寿司を食べればいい。おお、残す。お残し。すげえ邪魔してくるじゃん。いや、なんか想定してた京都と違った。全部食っちゃったよ。お、ええー、まずい。いや、待て。え、なんかある。あ、復帰ルート。あー、ええ、やっぱこのルートをね、見つけるのはやっぱオンリーアップの経験が生きてる。オンリーアップの経験。もう最初からそれでよかったやん。やめて、そういうこと言うの。本当だからさ。これも行くか。もう番号気にしないで行ったるか。番号気にしないでいいよ。ガンガン行こう。なんか影濃いな。あ、これ45か。だるいだるい。おお、ええー、うわ、あ、でも溜まってる。やばいやばいやばい。もうちょっとやばくないこれ。光ってのなんだ。青いとこ踏まないといけないんじゃない。これワープじゃん。え、なにこれ。奥の青いとこ。なるほど、そういうことだ。レーンごとに切り替わるってのか、これ。いいですね。挙動やばすぎる。全部取って。おお。降りて。やばい。ああ。いや、でも取りたいよね。ちゃんと一個ずつ取っていきたいよね。あ、やばいやばいやばい。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。
や間に合う。あーこれはこれむずくない？ちょっと難しくなってきてるぞ。これやばいだろ。なんで寿司リングって。いいよ。はい、一発食らうけどまあ大丈夫。本当一発で無くなら大丈夫だ。痛い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 。やばいこれ。まずいまずいまずい。オッケーオッケー。あでもここで大量にゲット。あといけるんじゃない？バカだろこれ。結構うざそう。いやこれやばい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 。普通におーうまい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 。うまいうまいうまい。いった。今のブーストわざと狙ってました。マジで毒寿司ブースト。毒寿司ブーストです。今が RTA やればできるかさ。いやちょっとやっちゃおうかな。まあ、YouTube で多分探して何秒が一番早いのかみたいな。一体何秒なんすかね。世界記録やってるやついいのかこれ。なんかもう意味わかんない。もうサムネが宇宙じゃん。もういやもう20キロ。あ、これ重力が変かも。気のせいか。気のせいだわ。簡単じゃん、めちゃくちゃ。比較的簡単なステージかも。いいんじゃん、もう余裕でクリアじゃん。あと1巻。おー、簡単だ。なんだこれ。跳ねんな。跳ねてる。脇見せんな、こっちに。寿司しよう、タク寿司。なんだよ、それ。ルールはサビ抜きでいいよね。ルールがサビ抜きって何？怖いよ、こっちの世界の方が怖いだろ。なんか乗ってるやついる、なんか乗ってるやついる。誰誰誰。あ、そうだ、これ赤貝ステージか。なんかすげえパワー押しっぽい公園だな。わかる。あ、これは。いいよ。ゴール白系以外はなんとかなりそうだな。ゴール白系の妨害多いやつやばいわ。ガリめっちゃ集まってる。ガリやばいね。なんか買ってもいいけど。渡辺屋さん行くか。あるある。おお、ある。え、そらく前進、竜巻。あー、え、これ強くない？最後に食べた寿司のとこアスレチックで見せた時に戻れるってことでしょ。え、でも俺はあえて、あ、これだよね。2個買えもん。で、空中で前進、空中に飛んで空中で前進。あー、まあやっぱ RTA 用。あ、装備できますっていう。ポーズ画面お店。あ、ほんとだ。あ、もう一個いけるんだじゃん。あ、1個しかつけないんだ。どっちかなんだね。あ、なんか腕光ってる。あ、右腕が光ってる。あ、ほんとだ。その性能試してきた。今何つけた？竜巻トレード。これこれ、え、あ、これ、あ、なんだこれ。あ、むずい、あ、むずい、これこれ避けようがなくない？これ。あ、むずい。あ、まずい。あ、2個ずつ。ここだ。アンチここだ。やば。いや、単純すぎるだろ。簡単すぎたらちょっと。あ、終わった終わった。簡単すぎた、ちょっとこのステージ。キルを使うまでもなかった。よし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 。このステージ簡単したね、なんか。ぬるかったなぁ。ちょっとなんかそろそろ粒貝のような歯ごたえのステージが出てきてもいいんじゃないか。うまいこと言うね。うまいこと言うしょ。ほんま今日はね、そういうギャグをたくさん言ってくっていう感じで。ちょっとあの嫌な人が映ってないけどね。あー、このスケボーの強そう。なんか追いつけるって。やばい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 。あー、強い。強い強い。やばいやばいやばい。やばいやばい。一瞬殺意。もう殺意しかないじゃん、もう普通に。あれを避けつつ、いやもうこの緑寿司が邪魔すぎる。落ち着いて、痛い。落ち着いて。あ、でもなんか床に置いてある緑あんま痛くねえな。もういいんじゃない。あと5個は。やばい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 。ちょっとやばすぎだろ。やばいな、コンビネーションが。こいつらやばい。ちょっとやばいな、やばいな。やばいだろ。結構やばいな、これ。もうエルデンリングじゃん、もうないの。当たったら即死なんだけど。なんかレーザービームみたいなかった、今。ビームも飛んできてるし。どういうスポーツなんだよ。これ寿司の概念が書き換えられてるというか、スポーツの概念書き換えられてるんだろう、どっちかというとこの世界。
別に人殺していいわけねえだろスポーツで。あいいよいいよ。おおいけるんじゃない。よしよしよし、これで12。一体何個あるんだ。100個でしょやっぱ。100巻。無限にステージあるよ。あでもあと2個。あーいやめっちゃ3個か。あと3個でこのスポーツ寿司の渋谷は終わるっぽいよ。次どんな演技はするに行くんだろうな。うん。おお。フォールガイズこれ。ああやっぱりこれ。トルネードジャンプあるでも。あそっかトルネード使ったら今いけさ。お間に合うか間に合った。あこういう時にトルネード使うんじゃないの？やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。トルネード俺が。トルネード。トルネード。トルネードこれどうやって出してんの俺。右振りかと思ったら右振りじゃないんだよ。右あ空中で右振りくね。はいはいはい。なんていうか危ない。あむずいむずい。うわそれの前の使い方。おいけるいけるいける。おえまだなん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 だこれ。えあなんか意味がわかんない。もう俺らの概念の外にあるわ。ちょっともう俺らの寿司じゃないこれ。知ってる俺らの知ってる寿司じゃない。あとはあの赤いの。あとはそっち2つか。なんか緑なんか雰囲気違うし。こっち行くか。なんか45とかある。45やばい。いや死ぬねこれ。ゴールを目指せ。あそういうステージなんだこれ。あいける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 。余裕だ。よかったよかったよかった。ちょっと一瞬焦った。俺ヒヤッとしたわ。球技苦手だからガチで。球技本当に苦手だからさ。とりあえず赤棒はもうないか。それだけいきますかこれ。は？何これ ？VS 寿司を楽しむもの。え？は？は？そうだな。食べるデタラメな男。ね徐々じゃんもうなんか。ああ。素晴らしいものさ。寿司は食べ物だろうが。寿司は。なんか上にバーあるな。寿司で汗を流そうね。あれ。そろそろ寿司を食べないと。これ寿司の色だわ。あ、減り早くね。なぜこんなにも楽しいんだろう。意味がわかんない。意味がわかんない。なんだこれ。楽しいんだろう。あまりにも楽しいな。やばい。それも寿司なのか。もう俺頭おかしい奴らとの会話に付き合ってらんねえよ。会話うるせえしな。あと一個。なぜこんなにも楽しいんだろう。いや寿司だよね。美味しい。なぜこんなにも楽しいんだろう。まだ続けてるぞ。うるせえ。敗北を認めろよ。あ、なんかいい曲がかかってきた。そうだね。食い気味だな、マジで。めちゃくちゃ食い気味じゃねえか。そういうことだぜ。おお。おお。グリーンかな、次で。これ緑がなんかキークエストみたいな感じだな。だね。ああね。緑開いたら行ってもいいのか。ガンガン緑行ってみれば。バースシフト。バースシフト。なんかアスリチックやらされんだろどうせなんか。あやらされなかった。この宇宙では寿司がいるんだ。なんでもありじゃんもう。ああすごい車あるなんか。あーすごい車だ。いやでもタイヤついてる。普通に。これ何これ。これなんか街灯的なもの食ってんのかこいつ。化け物だろ。ああ。はたから見たら。ネオ渋谷。なんか音変わった。お。なんかマジでやばいな。マジでなんかハイテク。すげえ。やばい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 。ハイテク寿司ロボットだ。なんだよこれ。やばい。
この爆発する人じゃ何なんだ一体。まあクリアですね。オッケーオッケーオッケー、ごちそうさま。渋谷これは、あ、こっちに行くとスポーツ寿司バースに飛んでるのね。ここ行くか。この2つい。やマジでなんかサイバーサイバーだな。やばいだろ。おー、こん工場でして寿司を食べたい理由はなんだ。マジ汗だな。死ぬ、まあ、死ぬね。なんか別になんか寿司の世界を救うみたいな大層な理由なくてもこいつ寿司食うよね、こういうことしてまで。あ、これゴールを目指す系か。やばいだろこれ。でも聞いたことないこんな難易度のゲーム。まあでもよし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 。まだ狙われてますけど。17、だいぶ集まったな。でもガンガンいくよ。うん、あ、赤貝系だ。うわうわ、赤貝だ。どっちから攻略していくかってね。いや俺クライナーが行くもん普通に。赤が1個あえてね。あ、本当だ、気づかなかった。普通にあえてじゃなかった。全然あえてじゃなかった。でも戻りながら、やばい、後ろ、やばい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 。ちょっとプレイが雑でしたね今ね。あ、ちげえわ、今竜巻起こして。いや戻れたよね。丁寧にやんないとね。丁寧にやりましょう。今寿司への感謝足りてないよそれ。いやちょっと無理だろこれ、丁寧にやるとか。やばい、もうだって感度とかも変えた方がいいかもしれない。感度変えるか、訓練中がないとガチすぎだろ。お、青飛びみたいになってる、すごい。めちゃくちゃやん。ちゃんとあるな。あと2個。いいよ、やめて、狙わないで。うまい。おーし、でもだいぶ慣れてきたな、でもね。さあ次のステージは、うん、なんか上だわ。上かな。え、ここでも出せんのこれ。割れっぽい。次のバースへの入り口、わしょい。もうやこれ。もう平気で宇宙空間出てくるじゃん。あ、え、そういうことそういうこと。うおあ、そういう感じなんだ。え、だる、おもろすぎる。しかも赤貝系。これさ、え、誰誰誰、貫通なんだそれ。だるいだろこれマジで。ちょっと調整しよう。俺戻るの大変だぞ。これめっちゃ操作むずいマジで。ミスったらまずい。あ、ギリギリ間に合う。危ねえ、これだ。オッケー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 。いやむず、いやマジむずかった今。何これ、バカゲーずらして難易度上げてきてんだけど。ミニゲーム寿司のせファイトは、ミニゲームなのこれ。ミニゲーム、えは何これ。 WSD、 いやもう動物タワーバトルやんこれ。寿司版のこれ。え、急にそういう感じになるこれ。何これ、なんでこれを追加した。これ絶対なんか作業中疲れてる時に作っただろ、このゲーム作ってる時は。いや爆発したらもういい、もういいよ。乗せまくって落ちたらダメなんだね。面白いなあれって何だ。初めて見るゲームけど、ミニゲームも実績解除要素あるかもしれん。確かに。え、実績全解除までやるみたいな感じなのこれ。まあそれはまあディキさんが。いや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 、時と場合によって。配信だったらやってたかもな。やばいだろ、なんだこいつ。あ、やばい。うお、いやでも意外と痛くない。あ、上に上がってくるのか。痛い、やばい、危ねえ。おー、ナイス。動いてくる。これ、当たったらバーンってなって終わるよ。おー、オーケー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 。
余裕あるよ。今度いっちゃうよ。あ、いか、いけないんかい。あ、危ない。危ない。慎重に行け、慎重に行け。今通れないのかよ、あの隙間。通れないですね。もう理解しましたよ。トルネード本当に弱いんじゃないか、これ実は。トルネードやばい。一番いらないもん買ったかもしれない。やばい、こいつ。マジ痛い。めっちゃ痛い、これ。やばい、もう。あれ、もうパワーでいくしかない。普通にむずい。足は落ちる、横スクロール。早い、やばいよ。もうこいつの発言もだいぶレパートリーが降ってきたな。もう全部見たことあるやつだ。慣れてきた、うん、おー、オッケー、食べたぜ。20個。いや、もういいんじゃないか、うん、ついに20個達成。これ多分なんかねえ、なんかいけんじゃない、ま、次の世界への入り口みたいな。キリイシどっか開いたでしょ。まだです。どこにあるんだ、そもそも。いや、わかんない。上の上と見よう。ちょなんかさ、なんか浮いてね、なんかレモンみたいな、なんかある、なんかある。これさっき、なんだ、なにこれ、なん、しかも取れないし、しかも取れないこれ。あ、これやん、あ、これやん。寿司を理解するもの、絶対科学者の俺が出てくる、マジで。渋谷の監視システム。いや、もうなんか私服のおっさん来た。なんか持ってる、思ったより私服のおっさんだ。誰だお前は。社会の進化を担うアルゴリズム。メガネ。なんか打ってきそうだな。そろそろ寿司のファンクション。かっこいい、かっこいい。寿司のファンクションって何？決め台詞がちょっと。あ、打ってきてる。うわ、結構痛いぞ。おお、なんだよこれ。あ、でもこれゴール目指せばいいだけか。受けて。超えている。もう言ってることがもうお互い意味が分かんない、別に。何を見せられてるか分からないよーん。8食らったら終わる。あ、いける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 。食らうなよお前。これさすがにいった。よし。余裕だったな、意外と。おお。これで分からせたわ、この世界の俺をな。これ SC100 かな。なるほど、理解した。貴様は貴様なりのロジックで。分からせたわ。よくわからないぜ。よくわかんねえな。よくわからないぜ。こっちのセリフだよ、さっきからずっと。別に最初からわけわかんねえよ。今の社会が真実。おお。そんなことはないと思うけど。また宇宙への扉が開かれました。あ、こういう感じになるの。次はどんな宇宙だ。行くぜ。バースシフト。ゴッド寿司バース。ゴッド寿司って書いてなかった？そういうことね。バカなんだな。あーね。食ったらめっちゃ怒られるじゃん。じゃあ大丈夫。え、もう悪くない？これ何？いや、もうあるじゃん。いける？まずちょっとステージ回してからにするか。ちょっと見るか。さすがに。雰囲気つかまないと。確かに。やっぱね、太刀打ちできないと思うんだよね。神だよ。全部相手は。途中からちょっとずつさ、やるのがだるくならないように一気にスキップできるようになってんだね、これ。なんだよ、これ。ちゃんとなんかしかも、ね、造形凝った剣。ちょっとあの、仏の頭よく見たら寿司じゃねえか。寿司になってる。食ったら絶対ダメでしょ、そんなの。いや、多分この世界で寿司食うのはマジで良くないと思うわ。頭食ってんもんな。ちょっと待って、なんか地味にオープンワールドだからどこ行っていいかわかんねえ。とりあえずあれか、寿司を集めればいいか。普通に複雑。この機械はここの世界でも採用されてんだね。ってことはこれ、この感じで寿司食わせてくるやつがあんの。ああ、やばい。おやばい。で、こっから落ち着いていけば浮きもある。あ、やばい。あ、やばい。ガシする。やばい、下にも寿司があった。これ下も行くべきだった。中もある、中も。
中まであんのかよこれ。中まで寿司たっぷりじゃねえか。いや、マジか、いけてる。あ、いけるんじゃね。ノイシー、いけちゃいました。意外といけるんだ。なんか後ろから来てたぞ。でもだいぶ妨害も増えてきたな。なんかちょっと新たなスキル欲しくない？今やって思ったけど、ちょっとトルネードしょぼいわ。なんかあるわ。ただすめポップアップショップ。あ、増えてる。あ、ほんとだ。何これ。テレキシス、テレキネシス。お手元、前方の橋を引き寄せる。でも俺ターボ林買っちゃったから。ターボ林使ってよ、ちょっと。これちょっと待って、これよく見たらこれ本当に宣伝じゃん、これガチの。ガチでやるじゃんこれ多分。12月23日1月8日ポップアップショップ。本当にやんのかよ。ちゃんとした宣伝だった。宣伝させられちゃった。回し物だと思われる。さあ、赤貝。赤貝だ。赤貝とダッシュ相性、相性良さそうやな。おお、関係ない、暗いの言ってやるよ。うまい。か、赤結構大変なの今回。大変だね、なんかマップが広いから。あと4個足は落ちるぞ。小さ、うまい。いった、いって。さあラスト1個、いけそう。うまいね。やばい、実況さんがもう完璧になってる。完璧よ、これで寿司ゲット。もう1ステージ行ったらちょっとボス行ってみるか。おー、いいね。ステージが同じなんだよ、ずっと。またここやん。もうこいつら、こいつら多分こう神殿しか暮らしてないぞ。あ、それゴールを目指せこれ。あ、まずい。あ、まずい。いや、違う。あ、やば。え、ワンコンやん。これバルバトス。まあまあ、これはゆっくり乗っていきましょう。おい。ってことは、ボス戦もこのステージの方じゃないか。ワンチャン。うん、やばい。これだるいな。よし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 。食べたぜ。したら、行ってみるか？ボス戦。うわ、ぜ、もうなんか絶対なんか神みたいなさ、ゼウスみたいな服着た俺が出てくるんでしょ、また。あなたですね。いや、もっとおちゃらけてたわ。想像よりおちゃらけてたわ。全然ふざけてるわ。いや、もう、なんでだよ。いや、顔やばい。ふざけてるわ、やっぱ。ゴッドだったわ。顔にやっぱレモンついてるわ。なんかこいつ、うがりじゃない。あー、浮いちゃうタイプなんだ、宗教で。そうだよな、怒るよな。好きに変わってお仕置きみたいなことやしめたぞ、こいつ。あー、そろそろ寿司の裁きを受けなさい。なんで寿司の裁きって。そろそろ寿司を食べないと。怖いんだけど。でもこれが、だ、対になってんだよな。あ、ええあ、だるだるだる。足だ。あ、これ指手をはまえてくれた。いや、ラストすぎるだろ。なになになに。はぁ、あー、危ない。あ、死ぬんだそれ。だな。奈落あるんだ。え、むずくね。急にむずい。あん、おー、やばい。やばい。いきなり落とされて復帰ができない。あれ、え、もしかして意外とむずいこれ。むずいステージか、これ。ついに俺に立ちはだかる寿司の障壁。いや、これ中のやつは最後に切ってたよ。うわっ、ガン無視でいけるわ。で、これまだ、ま、ちょっとか、あれは。あ、やばい、危ねえ。さあ、あと2つ。いや、もうやばいやばいやばい。あと1個いける。よし、よしよしよし。おお、いや、もうずっと飛び回ってんじゃんこいつ。もうこの世界の寿司何なんだよ。もう人をさ、なんか超人にする力あるじゃん。素晴らしい。あなたは寿司への愛をその行動で示しました。うわー、信仰は違い。こいつと俺同じ人物なんだ。心を、うん、まあ同じだよね。そういうことだね。これからもたまに食い気味すぎだろ。たまに寿司を賛美しましょう。旅立つ隣人に寿司のご加護が。どんな世界なんだここ、マジで。
怖いな、さあ新しい新しいユニバース諸悪の根源、あっこれもうラストってこと、行くぜ諸悪の根源とバースシフト、あーなんて書いてあった、ついに帰ってきましたね、私たちの宇宙に、あ帰ってくるんだ、帰ってきた、集めた寿司ソウルの力で兵器と化してしまった寿司の概念を元に戻しましょう、なるほど、あなたのおかげでこの宇宙の寿司は救われます、やったぜ、本当にありがとう、え死んだおい、え寿司丸もう名前覚えてねえだろお前寿司の代弁者みたいなやつ、何全く皮肉な運命だぜ、え待ってまさか、あ自分だ、寿司を愛する自分自身とはな、そうだよな、兵器が寿司という概念の、いやこれやばいわ、ダースベイターの正体がアナキ寿司の炎ルークだった時みたいなね、なんかアナキンどっちか忘れ、わかんねえ、忘れちゃう、スターウォーズ見てねえよ俺もう壁はかぶせてくんじゃねえ俺のスターウォーズ話に、俺の故郷は寿司に焼かれた、寿司に焼かれたんだ何だね、最悪の兵器だぜ、何俺は死の淵で授かった奇跡の力で他の多元宇宙の寿司を見た、何多分スポーツテクノロジー神、違えど寿司はどの宇宙でも愛されていた、まあ嫉妬するよな、許さねえ、寿司が無数に存在し余ったえ肯定され続けている、マルチバース宇宙を俺は許さない、俺の目的はただ何しか言われない、宇宙の寿司の概念を壮大だな、うん、寿司という存在を全宇宙の人類に否定させることだ、はい、何寿司反省しろ、何もう意味がわからない、うるせえ黙れ言っちゃったよ、これってもう感情でしか話しない、あれ元気玉、え元気玉、宇宙最強の寿司、宇宙最強の寿司ってサーモンの寿司に焼かれて死ねおおすげえ、そろそろがかぶって、ないんすねこれ、え食べていいの、あ死んだ、死ぬやん食べたら、死んだぜえこれつまりどうすればいいんだ、あし、ええあ死んだ、負け入りか、そういう、すべての宇宙よそろそろ死の効果に焼かれて死ねうわすごい壮大だな、どうなっちゃうのこれ、そろそろ寿司で汗を流そうね、なんか来たぞ、なんか来た、なんか来たぞ、えオープニング、あーここでオープニングのねこれ勝ったわ、これもうスパイダーマンじゃん、これ全部揃っちゃった、歴代が火力の寿司を受けたい、なぜ死なない、そんな簡単な話だ、寿司は楽しいからね、俺は寿司はこいつこいつ何なんだよ、寿司は常に善であり人の命を奪うことなどありえません、私はそう信じています、そういうことだ、復活した、意味がわからないで、何ずっと意味わからねえ、意味わかんないよねお前は立っているんだ、寿司はうまいだろうが、寿司を愛する者よこいつも生きてんじゃんだいたい生きてんじゃん、もうだもうかだるい、誰も会話が混戦してるよ。寿司は全部俺が食べてやるぞ。寿司を取り戻すぜ。行くぜ。俺たちの最後の戦いだぜ。え？ああこっからね、三つあるのね。あこの真ん中か。この違うのは何なのこれ？最後の戦い。週末世界で食べる寿司食べたくないだろ別に、週末世界で終わらせるぞこの世界の、お取り戻すぜ俺は、クリア条件寿司を取り戻せ、こうなったらふざけてんじゃんもうふざけてんじゃん、あもう兵器とか言って寿司ってのはお前もかい、そろそろ寿司を食べな
希望と書いて寿司と読む、兵器と書いて寿司を読む。そろそろ寿司で汗を流す。 R クリック、右クリね。おう、え、回し切りじゃん、もう天道掃除スタイル。ライダーキック。あー、これね、緑人格ね。そろそろ寿司のカンクション、寿司コンバート、寿司をコンバート、なるほど。わあ、そういうね。いや、ふざけた能力しか持ってねえこいつら。すげえまずそうだな、水色。こいよ、寿司のカゴ。あ、ガードできるのね、これで。あ、跳ね返してる。は？そろそろ強さは、ね、死にますよ。キー連打、キー連打。何のキー連打してんのこれ。右グリ連打してる今。食いつくぜ。食ってる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 。食べちゃったよ。え？やったぜ。最後までふざけてしかなかったよこいつら。おお。ちょっとね、あの、何とかなんないのその体勢は。寿司のさばきを受けなさい。くださいいやもうギャグすぎるだろ。声がハモってたからでかく聞こえたのか今。雑に追い返した。ええ、なんか今でかくね、ハゲが見えでかくね。あー、戻ってきたのか。え、全部夢？いやいや、当初は生きてる。なぜだ寿司は。多いな、寿司の意志だるいな、こいつ。言ったはったぜ。概念だかなんだ。こっち見んな。なんでこっち見てんだよ。こっち見ないでくれ、マジで。あー、爆発した。おー、渋谷に来たぜ。お、はい、帰ってきた。あ、クレジット。いや、考えさせられる作品だった。いやー、感動的でしたねこれ。アンギアルエンジン5なんだ。よかったね、感動的だったな。時すでにお寿司、時すでにお寿司。いや、これよかったわ。ご支援し、あ、ご支援があったんだ。クラウドファンディングか何かだったのか。知り合い探すか、これ。あの、シャリカレーあったけど、シャリカレーはいいの？寿司とカウントして。シャリカレー、寿司のシャリだからね。いや、でも感動的でしたね。やっぱ、自分たちの世界の解釈は違っても、やっぱ同じ寿司を愛する者たちのこの、まあ、だからこそ、ね、平気寿司ユニバースのね、あの人に救われてほしいですけどね。やっぱ寿司は一貫して罪なものなんだよな。まあね、命を奪ったし、兵器としてね、時に。で、こいつもさ、うますぎて腹立ってるし、罪じゃないのかって問うてるんだよ。確かに寿司は罪を犯してたんだよな。そんな中でも俺たちは寿司を愛する心を止めなかったんだね。うん、いや、もう美しい物語でした。いやー、いやー、よくわかんないね。よくわかんないって、なんだ、わかるだろ。わかんねえだろ。寿司好きじゃねえのか、お前は。いや、別に、好きだけど。俺らも罪犯してるからね、寿司にまつわる。買い出しに行ったコノさんとヒマジンさんを待たずに寿司食べたからね。あ、しかも、そんな話ありましたね。ここ全員食った。寿司愛してたから。でも、これ寿司愛してたからってことなんだよな。そう、許してほしい。俺、あれ今でも思うけど、クーさん冗談って言ったけど、冗談だと思わなかったけどね。だっていいよって言ったもん、もう。そうなんですよね。でも、いいじゃない。寿司は最高なんだから。ひどい締め方すぎる。60fps でやってたんだね。ちょっとだけやめろ。いいんだ。ということで、まあ、寿司、とりあえずね、あの、兵器の世界から、あの、世界を解放したので、ひとまずクリアということで、俺たちの寿司愛は、これからも止まらないぜ。じゃあな。いや、お前そっち側になっちゃったんだ。